ミラノとレオナルド・ダ・ヴィンチ第1回はイルモーロの正体1482年、30歳の頃、レオナルドはフィレンツェを離れ、ミラノに移住したようです。なぜフィレンツェを離れ、ミラノへ赴いたのか。いつフィレンツェを出発し、いつミラノに到着したのか、実はいずれも不明です。 こののの絵は、レオナルドが描いた馬の頭蓋骨の原楽器でワザーりはフィレンツェの当主ロレンツォがミラノの支配者ルドビコにこのような盾事を献上する使者としてレオナルドと演奏家アタランテ・ミリオッティを派遣したと記していますがルドビコス・スフォルツァがレオナルドを招いたとする説や ルドビコが父フランチェスコの聖堂による騎馬像制作のために優れた芸術家を募集していたのを知ってレオナルドが応募したとすす。る説もありますはっきりしているのはフィレンツェ最後の記録の日付はレオナルドが東方山博士の礼拝制作を依頼され取り組んでいたスコペート修道院のブドウ畑から赤ワインが配達された記録。 1481年9月28日。また、ミラの最初の記録の日付は、岩屈の聖母のための契約書、1483年4月25日だということです。分かっているのは、この間のいずれの日にか、フィレンツェを出発し、ミラノに到着したということだけなのです。レオナルドは、1482年頃から、 1500年までの約17年間ミラノに滞在しミラノ宮廷に仕え最後の晩餐画や完成には至りませんでしたがフランチェスコ・スフォルツァ騎馬像の制作で名声を博することになるのです。ここれは有名なミラララノ・ススカカですが、のの向かいのスカラザ広場に、 レオナルド・ダ・ヴィンチ像があります。台座の隅に弟子たちが廃止され、パネルにはレオナルドの遺影が刻まれています。ここで忘れてはいけないのは、最後の晩餐もスポルツァキバ像もスポルツァケやイルモーロのプロパガンダとして制作を依頼されたということです。スポルツァケは全くの信仰貴族です。 創設したのは、イルモーロの父、フランチェスコ・スフォルザです。フランチェスコ・スフォルザは、1525年、ウィスコンティ家支配下のミラノ公国の傭兵隊長となり、異例の出世を遂げ、1441年にはミラノ公の娘と結婚します。1447年、ミラノ公は死去しますが、後継ぎがなく、 反ビスコンティ派がアンブロジアーナ共和国を誕生させます。フランチェスコはこの共和国を打倒して1450年、それまでの統治者ビスコンティ家を継承し、ここにスフォルツア家の支配するミラノ公国が誕生するのです。フランチェスコのミラノ統治は16年続きます。1466年のフランチェスコの没後。 ミラノ公国は、その長男、ガレアッツォ・マリアによって継承されますが、これがとんでもない人物です。恐ろしく肉欲的で、脅威心が強く、しかも残酷でした。その例はいくらでも挙げられます。例えば、ある時日頃調和していた家臣を処罰して戸棚に閉じ込め、両手両足を釘付けにした上、瀕死の男がうめき声を上げるのを聞くのが楽しいと言って、 わわざわざその部屋で食事をしたまた自分の寵愛している女に向かって親しげに口を聞いたというだけでその家臣の手を切り落とした自ら拷問を加えて殺した男を地下の納骨所に運びその死体と一緒に過ごしたこのようなガレアッツォ・マリアの異常性を「ヴィスコンティ精神病」と呼ぶ者も,もいます。 フランチェスコス・フォルザの妻で、ヴィスコンティ系から嫁いだビアンカ・マリアから受け継いだものです。当然、ガレアッツォ・マリアだけでなく、レオナルドが仕えたイルモーロにも、このヴィスコンティ精神病の血は流れています。ヴィスコンティ家の残虐性というと、その紋章である美少年、人を飲み込む蛇、ないし竜が浮かびます。 これはミラノ公国を統治したスポルツァ家の居城スポルツァ城に残るヴィスコンティー家紋章ビッシオーネ。これはドゥオーモ広場のビッシオーネです。アルファロメオはロゴとしてその紋章を組み入れています。それは アルファロメオがミラノで設立されたことに由来しています話を異常なミラノ公ガレアッツマリアに戻します彼は1476年12月26日ミラノのサントステファノ聖堂でミサに列席中家臣たちの手にかかって暗殺されますわずか32年の生涯でした そして、広告を受け継いだのは、その異次、ジャン・ガレアッツォ・マリア。この時、わずか7歳でした。母の前公妃、ボナディ・サボイアが接生として、公見人を務めます。しかし、実際に国務に当たったのは、スフォルツア家2代にわたって広告の行政運営に手腕を発揮した、最初、チッコ・シモネッタです。彼は、 ジャン・ガレアッツォ・マリアの叔父イルモーロに、行位三奪の野心のあることを配布から察知。イルモーロを排止しようと努めましたが、相手の役者が一枚上でした。イルモーロは、ミラノ宮廷に多くいる味方を利用し、その方面から手を回して、前後妃ボナを動かし、その朝廷で一旦は最小ちっこと和解します。その後、 突如クーデターを起こしてついに彼を断頭台に送ることに成功します。さらにゼン・コーーボナも暴略によって追放します。そして1480年、自ら殺政となって公国の全権を掌握するに至ります。さらに1494年にはミラノコ・ジャン・ガレア・ッツォ・マリアを独殺して正式に ミラノコとなるのですこれがイルモーロの権力ダッシュの経緯なのですレオナルドはこのような男に長年使えることになるのです